Okay. Alright. Before we head out to the main mission, I'm gonna kill another monster. I do apologize for this. I thought, how about we just in between time, just slash as much as we can, then we move forward. So we got one more, which is this one here. Broken Hilt in Rosaria. Then we'll stock up and we'll do the main mission. Okay, broken hilt. Okay, so it's up here. Backwards. No wonder if it's like. No, it's. It's here. I'm gonna skip out all the stuff that's in the middle. Let's go. Oh my god. Got it. Got it. Yes.
Okay. ここから歩こう。 いらっしゃい。何が欲しいんだい？いい選択だ。ちょうどいただくよ。持ってきな。ちょうどいただくよ。 I don't know what these are, but I don't have enough money anyway. Song. Oh. Yeah, ne. $4,000 is quite a lot. Okay. Let's see. We have. I'd like to learn that. Maybe next one. Oh, yeah. Yeah, that's. I want to learn the next one. Let's just keep it. All right, let's do the thing.
海の氷結、それを繰り返して霧を作る。こんな風に力を使うとは。鉄王国にいた頃、諸国の警戒を逃れるためにいつもやらされていたことだから。平気。そうは見えない。あの地に潜り込める機会なんてもう二度と来ないかもしれない。だから打てる手は全て打たないと。分かった。見えたわ、鉄王国のマザークリスタル。ドレイクブレス。激しい海流に岩礁、それに加えてエーテルだまり、さながら天然の砦だな。でもここは島の裏側、この小舟一艘ならまず気づかれないと思うわ。クリスタル神殿は山の中よ。このまま山道を登っていけば裏門から中に入れるはず。よし、行こう。それにしてもこの島を歩く日が来るとは。昔はロザリアの聖地だった。ずいぶん前に鉄王国に支配されたがな。あなたに言うまで私はずっとここにいたの。だから少しは案内できると思う。この道はエーテルだまりができてから警備はないわ。潜入にはもってこいか。私がいた時よりエーテルダムリが広がってる。厄介だわ。早く倒しましょう。
荒れてるなんてひどいわね。待て、you
クライブ。熱で溶けた岩が流れ続けているから。でも前より激しくなってる。これはまた地雷だ。さっきより大きくなってる。何か変だ。いや、
なんとかなったわね。助かったよ。神殿が近いわ。なんだこいつは。こんなままにはスタジオ。俺たちを逃がす気はないようだな。
怪我は大丈夫よ。ありがとう。今の戦いで兵士たちに鍵つけられないといいが。あそこから大聖堂に入れる。神殿につながってるわ。早く行きましょう。干からびる前にね。 それにしてもよく無事でいたもんだ。おばさまも。なんてバカな娘だろう。どうして戻ってきたんだい。せっかく自由になったってのに。ごめんなさい、おばさま。でも私にはどうしても。
やらなければならないことがあるの。教えて、大司祭はどこに。今この時間なら祈りを捧げているはずだけど。まだあんな儀式は。クライベン、私の目的もクリスタル神殿よ。行きましょう。おばさま、今すぐこの島から逃げてください。あんたまさか。エネラク、ノール、ジル、来たぞ。おいで。神殿まではすぐだ。さあ、早くお行き。おばさま、これまでずっと面倒を見てくれて本当にありがとう。さようなら、マーレイおばさま。あなたへの恩は忘れません。どうかいつまでもお元気で。いいね。あんたこそ絶対に死ぬんじゃないよ。行きましょう。神殿まで突き。ああ、鉄王国の警備兵か。邪魔する奴は容赦しない。今だ。警備が手厚い。どきなさい。
そこか。敵だ。大司祭ヒムラ、あの男は教えを隠れみのに下道の限りを尽くした。奴だけは必ず私がこの手で。ああ、分かってる。君の過去に決着をつけるんだ。残すはこれだけ。このまま押し切れ。ドルフ、遅い。Yeah!
様は芝のドミナント。死に損ないが許しでも恋に来たか。私はこれまであなたに従い戦ってきた。すべては私と同じようにさらわれてきた娘たちを守るため。でもあなたは何をした？私の目の前で彼女たちを手ごめにして殺した。ゲスが。エーテルに毒された魂は清められねばならん。あれはジョーか、魂の救済。そうとも、全てはクリスタルの導きなのだ。わきまえよ、卑しき獣め。貴様のように汚れた血はこの神殿への立ち入りすら許されるということを忘れたか。そうね、私は獣だった。この血はきっと誰よりも汚れている。考えることをやめ、心を捨てて、あなたのような悪魔に手を下すこともしなかったのだから。これは私の後悔。でも私はもう二度と獣にはならない。獣を生み出す悪魔も野放しにしない。獣ごときが主人である私に歯向かうつもりか。所詮はドミナント、エーテルに蝕まれた不浄の存在よ。なんとおるかな。この身が不浄というのならば、大司祭イムラン、お前はそれ以下の存在だ。私はここで因果を断つ。その汚れた血の前に膝を折るがいい。殺せ。なぜ権限できない？頼む、せめて力を。
せる。クライブ、コアを。これを使って眺めるのはもう終わり。終わったな。なんとか。体の痛みはどうだ。少しだけ。無茶をするなと言っただろう。心配かけてごめんなさい。でもこうでもしないと私は胸を張ってあなたの隣にいることができないから。ライブ見て。なぜフェニックスゲートと同じものが。長くはない、脱出しよう。ええ、ジル、どんなことがあっても胸を張って生きていくんだよ。
ジョシュア様、こちらへ。あ、違う。何かお薬を。親切にありがとう、お嬢さん。でも私は大丈夫だから、あなたの気持ちだけいただいておくよ。そうですか。ではお大事に。今一瞬わずかに兄さんを感じたよ。まさか。アルテマの意志が兄さんに近づいたんだ。この5年動きがなかったというのに、封印が弱まっているのか。ジョシュア様、君の手が汚れてしまう。難民たち、彼らも行き先は同じだろうか。仕事と食事を求めてクリスタル自治領へ向かっているのでしょう。黒の一帯の広がりとともに難民は増える一方、さらにダルメキア軍が動いてからは交易も制限されています。しかしジョシュア様はなぜ自治領へ。リオン・ルサージュに会う。ではザンブレクの王子に謁見を。武勇誉れ高き青龍騎士にして、オーディンと並び最強と謳われるバハムートのドミナント。子供の時に一度だけ会った。噂に聞こえる彼の人徳はあの頃から続けた努力の賜物だろう。ですが我々の話に耳を傾けてくださるのでしょうか。世界はゆっくりと混乱に満ちていっている。ザンブレクも例外じゃない。この混乱の陰に奴のアルテマの存在を感じるんだ。僕が思っているままの彼なら、ルサージュ教ならきっと何かに気づいているはず。マザークリスタルが失われ、約束された繁栄は揺らぎ、黄昏が世界を包む。クリスタルの加護の下で生きるのは仮初めであれ幸福だ。だがそれは自らを檻に閉じ込めるのと変わらない。一方で加護を離れて生きるのは苦難の道。でもそれは同時に僕たちが自由を手にするということ。人が生きていく上で必要なのは過去という名の呪縛か、混沌という名の自由か。僕にはまだ答えがわからないよねえ兄さん。ジョシュア様、ダルメキアを迂回しましょう。多少遠回りになったとしても休みながら進むべきです。お体を大切になさいませんと、大義をなすためにも。分かった、そうする。行こう。
陸軍の奴らに未だ自治領に入ることすらできんとは何をやってるのか。ザンブレクの守りが想像以上に固く手こずっておるのだ。貴様ら海軍も少しは役に立ってみせろ。クリスタル自治領を我が物にしようとは忌々しいザンブレクめ。だがこの被害では撤退も考えねばなるまい。戦から遠のくほど判断もできなくなる。連中が手強いのは地の利を生かしているからだ。自治領の特異な構造をな。それに加えて奴らが蓄えている食料は数年分。持久戦でもこちらは分が悪い。さてご列席のおいら方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足かね。軍は疲弊し、補給すらままならんじゃないか。貴公が戦場に赴けば、事態は早々片付くのでは？もし俺が出れば、奴らもドミナントを出す。タイタンとバハムートによる召喚獣合戦だ。自治領解放の戦で島ごと沈めてもいいのなら望み通りにするが。そこまで言うなら相談役としての妙案を聞かせていただきたい。ふん。まさか侵攻後アナベラ。まさか。なぜここにいるんだ。一体どういうことなんだ。クップカ卿、これはどういうことか。無能どもめ、祭り事とは常にこうやって手を打っておくものだ。しかし、評議員どもの面は滑稽だった。ここにあんたが来るとは思いもしなかっただろう。なあ、アナベラさんよ。かくいう俺もあんたの姿を見るまで誘いに乗ってくれると思わなかったがね。クライブ・ロズフィールド、滞在人シドの正体がまさかあんたの息子だったとはな。さぞ驚いたのでは。さて一体何のことだか。罪人の知り合いなどおりません。産んだ覚えもない。私はただオリビエ皇太子殿下に付き従い、このくだらぬ戦を終わらせるために参ったまで。まあいい、あんたの承諾さえ得られるなら十分さ。シドは愛するベネディクタの仇、必ず血祭りにあげてやる。俺の手で確実に。そうすりゃあんたに残った汚点も消える。ようやく枕を高くして眠れるってわけだ。その代わりザンブレクの方の舵取りは任せたぜ。親愛なる信仰豪様。女一人のためによくやるものよ。ドミナントといえどやはり下船の血が流れていては哀れで
醜く愚かなこと。もうすぐですからね、オリビエ。私の可愛い坊や。もうすぐザンブレク公国はあなたのものに。正当なる第一皇位継承者として、あなたがザンブレク信仰の座につくの。そして全てが潰し合った先、新しい世界はあなたのものになるのです。ジルの具合は大丈夫だといいが。Alright, that's all for tonight. Hope you enjoy that. Until next time.